俺もいろいろ背負ってるものがあるから。飛べ。さあどの区内だ。失敗はしないよ。印はつけた。先生、今日こそ勝たせてもらいます。ここまで姿を隠していたのは作戦の一つかい。よし。何？やるね。けどそれじゃ俺に勝てないよ。まだまだ。決める。言ったろ、俺には勝てないって。口寄せの術。これも四代目だ。いくらわしでもこいつはそう抑えておけんで。これほど大きなものを飛ばすのはそれなりのチャクラがいる。おかげの名において里の家族を守る。それが今俺がやるべきこと。ここはやらせない。お前の相手は俺だ。そして終わった。さっさと人中力から離れろ。ガキがどうなってもいいのか。待て。落ち着くんだ。それはお前だ、ミナ。俺は最高に冷静だ。どっちの攻撃が相手より一瞬早いかで決まる。俺の勝ち。油断も隙も。この体のどこかにマーキングを。これでキュービはお前のものでなくなった。これから辛いこと、苦しいこと、自分をちゃんと持って、そして夢を持って、そして夢を叶えようとする自信を持って。消えた。遅かったか。いや、ぴったりだぜ父ちゃん。タイミングだ、リー君。
の死が火影でよかったよ。哀れだな。英雄火影として死んだあんたが息子の前で生き恥をさらしてる。火影になれなかったお前が火影をバカにするんじゃねえ。何より火影になった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。